はい、こんにちは、林です。今日はね、ちょっとね、日差しが強すぎるので、ちょっとこういう角度で撮影をしているんですけれども、今日はですね、視聴者さんのコメントで結構あったんですけれども、林さんが使っているクレジットカードを教えてくださいっていうコメントがですね、まあ昔からいくつかあったんですよね。で、僕は一つずつを紹介したことはないなと思ったんですよ。まあ、財布の紹介とかで、まあ単独で、あ、こういったカードを使ってますよっていうのを紹介したと思うんですけれども、まあただね、これいうカードを持ってます。で、このカードはこういう風に使いますみたいなね、そういった紹介はしたことがないなと思ったので、じゃあこの機会に僕が持っているクレジットカード全部紹介しようじゃないかということで、早速ですね、僕が持っているクレジットカードをちょっと一つずつ紹介をしていこうかなと思います。で、先に言っておくと、僕クレジットカードなんと5枚持ってるんですよ。お前5枚を持って、お前持ちすぎじゃないかと思うかもしれないんですけれども、まあただね、これは僕にとってはちゃんと使い分けをしているので、まあそこはちょっとご了承くださいっていう感じですね。まあ一応ちゃんと使い分けもしていまして、全部まんべんなくカード使っているので、まあ、そこは、まあ、今後詳しくちょっと説明をしていこうかなというふうに思います。では早速クレジットカード紹介に移りたいなと思います。では最初、はい、こちらですね、ちょっといろいろ見せられないんですけど、はい、まずこちら、これ三井住友の、Visa プライムゴールドカードっていうカードになりまして、こちらのカードはですね、20代限定で作れる、ゴールドカードになるんです。このプライムっていうのがそうなんですけれども、まあ、僕ですね、やっぱ元からクレジットカードとか結構好きで、大学時代とかですね、まあ、クレジットカードいっぱい使って借金地獄になったってわけじゃないですよ。まあ、ただ、こういったカード憧れるな、みたいな感じでね、まあ、昔からこういうちょっとね、リッチな生活にやっぱ憧れはあったんですよね。大学時代はやっぱりね、ゴールドカードは作れないので、まあ、僕、社会人1年目、もう新卒で会社に入社してからもすぐ、ゴールドカードを作りましたので、このゴールドカードはですね、まあ、昔はゴールドカードって言ったら、ある程度ステータスがないと作れないだったりとか、年収がないと作れないみたいな、そういった感じだったと思うんですけれども、まあ、今はですね、20代限定のね、こういったゴールドカードというのもありますので、これは新卒1年目の、まあ、そんなに収入が少ない時でも簡単に作れます。まあ、要は、カード会社安定し収入があるかないかというところを見てるので、これは全然作れますね。まあ、ただ、僕、会社を辞めてからこのカードはちょっと作るのは難しかったんじゃないかなと思うので、もし、今後独立したいだったりとか、転職活動をするっていう方はですね、まあ今いる会社の段階でクレジットカードを作っておくのをお勧めします。で、このカードは主に、まあ仕事用ですね。仕事の経費を、そういった支払い用としてこのカードを使っています。まあ特にこの今撮影している iPhone だったりとか、ここにある照明だったりとか、っていうそういった仕事に関わる備品だったりとか、あと何かね、仕事に関係することで移動するとき、東京に行ったりとか、そういったときの交通費の支払いとかで、まあ、たまに使ったりしてますね。まあ、それぐらいですかね。まあ、あとは、ゴールドカードはですね、空港のカードラウンジが使えるんですよ。普通だったら1100円、支払わないと入ることができないカードラウンジですね。空港会社のラウンジじゃないですよ。まあ、例えば福岡空港だったらくつろぎのラウンジタイムだったりとか、あと羽田空港とかにもありますよね。搭乗口の近くとかにもあるラウンジなんですけれども、そういったところでラウンジ利用ができますので、やっぱり空港での待ち時間が本当に楽になりました。もうここは。うん。大学時代もよく飛行機とか乗ってたんですけれども、やっぱりベンチでね、待ったりとか、もうきつかったんですよ、それが。まあ、ただね、空港のカードラウンジ使うと、もう出発ギリギリまで特に羽田空港だったらいることができるので、まあ、やっぱそういったカードラウンジを使って僕だって今だったらね、ラウンジで動画編集をしたりだったりとか、まあ、あとは本読んだりとかそういったことができるので、本当にこのカードは作ってよかったなって思います。まあ、結構このカードの説明をする時間が長かったんですけれども、まあ、まずはこちらの、三井住友 Visa プライムゴールドカードですね。これちなみに年会費5000円になっています。では次はこちら。はい。楽天カードですね。なんと僕、楽天カードも昔はゴールドカード持ってたんですよ。まあ年会費2000円ぐらいなんですけれども、まあ、ただ楽天のゴールドカードってその上にプレミアムカードっていうクラスもあるんですよね。だからゴールドカードってそんなにランクが高いわけじゃなくて、まあ楽天市場で買い物をすると、まあ通常2倍貯まるポイントが5倍になるぐらいだったかな。それぐらいの感じしかなかったかな。うん。で、ちなみに僕、楽天市場でほとんど買い物しないので、そんなに恩恵受けられなかった。だから、グレードを下げました。グレードを下げたんですけれども、一応ここに ANA ってついてますよね。で、これ ANA ってついてるカードは、ANA のマイレージが貯められる、タイプの楽天カードになります。まあ、だから買い物をした時に、楽天の、スーパーポイントもしくは、ANA のマイレージの、まあ、ポイント、まあ、マイレージですね、が、どちらか選べるっていう感じのカードになります。まあ、後で紹介するんですけど、僕は JAL カードも持ってるんですよね。まあ、ただ、ANA のマイレージも食べたいなって思って、まあ、今回この ANA のマイレージバンクがついている、まあ、この
カードも作ったっていう感じになります。まあやっぱ楽天カードのいいところは、あの100円につき1ポイント貯まるという高還元なポイントカードになってますので、まあ、そこはね、ポイント比較的貯めやすいかなと思います。で、この楽天のカードは、僕はプライベート用ですね。プライベートで何か欲しいものがあるときとか、旅行行ったりとか、そういったときに使っているカードになります。まあだから、仕事用では、こちらの三井住友のビザプライムゴールドで、こちらのプライベートでは楽天のこちらのカードを使うっていう、そういった使い分けをしているという感じですね。では次からちょっと特殊なクレジットカードの紹介なんですけれども、はい、まず無地カードです。はい、まあ、この僕のチャンネルではですね、一回紹介したことがあるかなと思うんですけれども、まあ、無地ラーの方は本当に必見です、これは。カードを作るだけで1000ポイント、そして誕生日付きに500ポイントをもらえるっていうね、まず、カード作るだけですよ。ただでカード作るだけでポイントがもらえるってすごくお得なカードになっているのと、あと、このカードのいいところはですね、これ、一応セゾンカードの仲間なんですよね。で、セゾンカードは、永久不滅ポイントっていう独自のポイントが、貯めるサービスがありまして、まあ、だからこのカードを使って支払いをすると、その永久不滅ポイントっていうのが貯まるんですよ。で、さらにその永久不滅ポイントをこの無地カードを持ってる人はですね、無地のショッピングポイントに変えることができるんですよ。まあ、だからこのカードで買い物をすればするほど無地のショッピングポイントが貯まって、それを無地のポイントに変えることで無地印で買い物するときにお得になるっていうカードになりますので、ぜひ無地ラの方作ってみてください。まあ、これは僕は本当に無印で買い物をするときにしか使ってないので、というか、それ以外で恩恵を受けられないんですよ、本当に。まあ、ただ無印で頻繁に買い物をする人は本当に作っておいて損がないので、ぜひ作ってみてください。では次からは交通系のクレジットカードになるんですけれども、まずこちらですね、はい、JAL クラブイーストカードですね。これ JAL カードになります。ただ一つ違うのが、ここ見てもらったら分かるんですけど、イーストって書いてるんですよ。まあ、つまりこれ20代限定の JAL のカードになるんですよね。で、JAL って、まあ、普通の JAL カードとかもあるんですけれども、僕はこの20代限定のカードについ先日切り替えました。まあ、年会費がですね、7000円と、まあ、かなり高い方なんですけれども、まあ、ただ、20代限定で受けられる、まあ、そういった恩恵といいますか、特典がいっぱいついてるんですよね。まあ、まず、このカードを持っている人は、なんと、JAL の桜ラウンジっていう国内線限定なんですけれども、JAL の上級会員じゃないと入ることができないカードラウンジっていうのがあるんですよね。まあ JAL のラウンジなんですけれども、まあ普通だったら JAL グローバルクラブっていうね、飛行機をいっぱい乗ったことがある人しか入会できない、そのグローバルクラブの、しかもサファイア会員とかダイヤモンド会員とか、そういった上級会員じゃないと入ることができない国内線の桜ラウンジというところですね。そこの桜ラウンジどういうところか説明すると、まあ、アルコールが無料でもらえたりとか、まあ、あとは普通にこうゆったりとした座席で座れたりとか、まあ、普通のね、さっき紹介した三井住友のこちらの、カードラウンジではアルコールの提供はね、まあ、あるところはあるんですけれども、例えば福岡空港だったら缶ビール1本だけとか、まあ、ただ、桜ラウンジはアルコール飲み放題です。ワインとかもあります。っていうところにね、年5回入ることができたりとか、あと上級会員向けの、カウンターですね、空港のカウンターを使うことができたりとか、結構いろんな特典があるので、あ、じゃあ僕結構飛行機乗るからこっちのカードに切り替えようと思ったので、このイーストに変えましたね。まあ特に旅行好きの人とか、こういった乗り物好きな人にとっては、こういった交通会社のカードっていうのはすごくお得なので、ぜひ作ってみてください。もう僕はこれ本当にJAL の桜ラウンジに入りたいがためにこのカードを切り替えたっていう、完全に趣味ですね。これはもう趣味のカードになります。最後はこちらです。はい、 JR 西日本が発行している J ウェストカードになります。で、まあ、こちら見てもらったら青いんですけれども、まあ、このカード何かっていうと、年会費1000円なんですけれども、このカードを持っておくと、山陽新幹線が一番安く購入できるカードになります。で、僕特にですね、やっぱりこう、博多新大阪間って結構旅行でよく乗るんですよ。で、普通に買うと博多新大阪間って確か1万4000円ぐらいするんですけれども、こちらの J ベストカードを持っておくと、なんと1万1000円ですね。まあ今ちょっと増税したので若干値上がりしてると思うんですけれども、まあ当時は1万1000円で乗ることができたと。めちゃくちゃ安いじゃないですか。しかも年会費1000円ですよ。もう余裕で元取れますよね。まあ特に今年とか新幹線何回乗ったかな、もう往復で5、6回を乗ってますね。もう結構毎月レベルで新幹線乗ってるので、まあ、ってなるとやっぱりこう頻繁に旅行する人とかビジネスマンにはすごくおすすめのカードになります。まあやっぱり新幹線が安く乗れたりとかで、このカード経由で新幹線に乗ると、グリーン車に無料で乗れるためのポイントを積み立てることができたりとか、結構お得な特典盛りだくさんなので、まあそういった新幹線よく乗るっていう人、ぜひ
使ってみてください。これ本当におすすめです。まあ、以上ですね、僕が持っているクレジットカード全部紹介しました。まあ、こんな感じで一応5枚は持ってるんですけれども、ちゃんと使い分けはしてるよっていうことだけはお伝えしておきます。まあ、そもそも使い分けしないとこんなにカード作らないので、まあ、メインはさっき紹介した、はい、こちらの三井住友のプライムゴールドカード、これは仕事用。そして、楽天カードですね。はい。これはプライベート用。もうメインはこの2つで、まあ、無印で買い物をするときには、こちらの、無地カード。そして、飛行機乗るときは、JAL カードですね。そして、新幹線乗るときには、こちらの JWEST カードっていう感じで使い分けしてますので、まあ、この5枚から減ることもなければ、増えることもないかなというふうに思っています。ってことで今日はですね、僕が持っているクレジットカード5枚を紹介する動画でした。まあ、こんな感じで普段はですね、無印良品で買った商品紹介だったりとか、あとシンプルライフについての発信してますので、まあ、この動画がいいと思いましたらぜひチャンネル登録と、あとこの動画のグッドボタン、高評価お待ちしております。あと個人ブログ、インスタ、サブチャンネルもやってますのでぜひ登録してみてください。動画の概要欄にリンク載せてます。では動画以上になります。次の動画でもお会いしましょう。バイバイ。